Welcome back, heroes, to some more Sword Art Online Alicization Licorice. Unfortunately, my commentary for this episode just, it didn't corrupt. Only the first 5 minutes got exported, and then the other, like, hour just didn't. So it's gonna be like a non-commentary episode, but to be fair, there is a lot, and I mean a lot of dialogue this episode. Probably the most we've had so far, so, yeah, because I don't speak through the cutscenes anyway, so hopefully you guys can still enjoy. A lot happens, and I'll catch you guys next time. Peace. ご苦労様。ありがとうございます。はい。なあ裕次郎、貴族について教えてくれないか。分かったよ。僕もそんなにいろいろと知ってるわけじゃないけどね。貴族っていうのは特権階級で豊かな生活をしていたりする人たちだっていうのは想像できるんだけどさ、その貴族がいるのはこのノーランガルス北帝国だけじゃないんだよな。うん、そうだよ。このノーランガルス北帝国だけじゃなく、普及の壁で隔てられた四帝国それぞれに存在するみたいだ。そういえば円形になった王都の町を取り囲むみたいに東西南北に四つの帝国があるんだったな。ああ、それぞれの帝国は大理石でできた普及の壁で四等分されていて、それが国境になっているんだ。王都セントリアもその壁で四等分されているんだよな。うん、だから北セントリア、東セントリア、南セントリア、西セントリアに分かれているんだ。それぞれの町が
各帝国の首都になっていて、皇帝もそこに暮らしているんだよ。そうか、帝国だから皇帝がいるのは当たり前か。なるほどな。皇帝が貴族たちのトップ、あ、じゃなくて頂点に立つものだってわけか。帝国の貴族たちの序列ってどうなってるんだ？一等爵家から六等爵家までの貴族がいるみたいだよ。なるほど、6つの階級があるのか。貴族は私領地から収入を得たりして裕福な暮らしをできるのはわかるんだけど、他は一体何が平民と違うんだ？そうだね、大きなところで言うと、平民には姓がないけど貴族にはある。あと貴族は定律修験学院を無条件で受験できるんだ。ありがとう、ユージオ。貴族のことは前よりも分かった気がする。そうかい、また気になったらいつでも聞いて。いや、なあ、大丈夫？ごめんな。つまり、もしかして、そういえば、それと、うん、あのさ、つまり、ちょっと、おい、いいよ。あのね、ねえ、いいな。おい、やれやれ。なんだ。全くその通りですな、ライオス殿。おい、やれやれ。どういうことだ？おい、それは、これはこれは、
まったくその通りですな、ライオス殿。メディノ大丈夫？なあ、しょうがないか。よかった。つまりよし。だけど おい、ね、すまん。おい、うわ、構わない。違うぞ。な、あのさ、大丈夫か？ムカつく。問題ない。メディナ。でもねえ、あれはメディナじゃないか。でもちょっと様子が変だな。ん？メディナ、どうして裸足なんだ？さすが、かのオルティナノスケのご息女は、いでたちからして我らとは違いますな。あまり言ってやるな。本人の耳に入ったら、何をされるか分かったものではない。あれは、メディナと同じクラスの奴らだな。メディナの靴がないのは、あいつらの仕業なのか。ダメだ、やっぱり見過ごせない。メディナ、メディナ、俺だよ、キリトだ。なんだ、お前か。やっぱりいつもより覇気がないな。なんでだろう。メディナ、その
どうして裸足なんだ。そうな、あの生徒たちがやったのか。以前私に構うなと言ったはずだが。そんな状況じゃないだろう。靴はどうしたんだ。もしかして盗まれたのか。盗みは禁忌目録で禁止されているであろう。それは知ってるよ。でもあいつらの仕業なのは間違いないんだな。やっぱりそうか。でも盗みが禁止されているならどうやって靴を隠したんだ。いやそれ以前に、なぜメディナがこんなことの標的になっているのかが俺にはさっぱりわからない。お前は本当に何も知らないのだな。禁忌目録で禁じられている盗みとは、他人の所有物を無断で自らに所属させることだ。他人のものを持ち歩くか自宅に置くかしてから24時間が経てば所有権が移動して盗みとなる。逆に言えば24時間以内に返却するのであれば、他人の所有物をどこに持ち出そうが禁忌違反にはならない。じゃああいつらはその仕組みを利用して禁忌に触れずにメディナの靴を隠したってわけなのか。禁忌目録に違反しなければ何をしてもいいっていうのか。奴らに言わせればそこにあったものを少々移動しただけだということだろう。仕組みは理解したよ。でもどうしてメディナがこんな目に遭っているんだ。それは私が、いや、オルティナノスケが欠陥品だからだ。欠陥品？どういう意味だ。どういうも何も、これは私が生まれる前のことだから、父から聞いた話なのだがな、オルティナノスケはもともとは一等爵家であり、武官として高い評価を受けた一族だった。しかしある日、最高司祭様は我ら一族を欠陥品と呼び、二等爵家への降格を命じた。最高司祭っていうのは氷協会の一番偉い人だろ。怒りを買ったなら降格どころでは済まないだろう。ともかくそういうことがあったのだ。最高司祭の気まぐれなのか、それとも何か思惑があったのか。欠陥品という認識があるために、他の貴族たちはオルティナノスケには何をしてもいいと考えている。皇帝も同じだ。オルティナノスケにわざと辺境の貧しい狩猟地を与えて他の仕事に就くことは許さない。二等爵士とは名ばかりの貧しい暮らしだ。六等爵士どころか平民の方がまだマシかもしれないな。最高司祭の一言が原因でそんなひどい扱いをされているっていうのか。ああ、今のままではオルティナノスケの私に待つ未来はろくなものではない。だから私は必ずや大きな武勲を立てて最高司祭様に認めてもらう。そしてオルティナノスケ、父の汚名を注いでみせる。もう二度と欠陥品などと呼ばせないために。片身、メディナのお父さん亡くなったのか。はあ、私の父はどんなに罵られ恥ずかしめを受けようとも誇りを失わない人だった。オルティナノスケは強く正しく誇りを失わない。それが家訓であり、私が父から受け継ぎし信条だ。そうか、だからメディナは一人で強くなったり武勲を立てることに執着していたのか。この話を聞いた以上は放ってはおけないな。迷惑がられるかもしれないが、メディナの力になりたいよ。ああ、迷惑だ。まあそう言わずにさ、まずは手分けして靴を探しに行こう。お前には関係ないだろう。それに24時間経てば靴は戻ってくるのだ。もう気は済んだだろう。私は行くぞ。あ、ちょっと待てよ。行っちゃったな。今の俺にできることはあまりないかもしれないけど、なんとかしてあげたいな。ああ、もうムカつく、ムカつく、ムカつく、ムカつく。あいつ何の関係もないのに、なぜオルティナノスケである私に関わってくる。面倒だ、目障りだ、迷惑だ。何
より私はどうしてそんな奴に話してしまったんだろう。関係ないのに。やあメディナ。どうも。私に何の用ですか。何の用とは釣れないな。君と私は愛し合う仲じゃないか。要件は手短にお願いします。なんだその口の聞き方は。将来の夫に対して礼節を書くとは思わないのか。申し訳ありません。謝るしかできないのか。さすがは無能な欠陥品、オルティナノスケの一族だな。まあいい。お前は私より入学試験の成績も随分下だった。入学して以来の成績も随分と私に劣っている。自分よりも劣った者に対しては情けをかけなくてはな。なんだ。いえ、私は何も。私に逆らう気ならば縁談は白紙だぞ。どうせお前程度の実力では学院を出た後行く先などない。オルティナノスケの人間を皇帝が騎士団に迎え入れることなどありえない。また信用ならない欠陥品に近衛兵の任務をお与えになるとも思えん。しかし聖号騎士になれば使えるのは最高司祭様となり皇帝陛下ではありません。何が。なぜお前のような欠陥品が首席で学院を卒業し四帝国統一大会で優勝できると考えている。冗談も大概にしろ。お前にそんな実力があるはずもない。お前もバカな父親と同じようにあの貧しい資料地で一生を終えるのがせいぜいの行く末だ。お前とオルティナノスケの未来は私の手に握られている。逆らわない方が身のためだぞ。さて少しお前に頼みたいことがあるのだが聞いてもらえるだろうか。ここは学院です。それに私にはやるべき課題があって。いいのか。拒絶するなら婚約は破棄する。未来の妻として当然の義務だろう。いつも通り従順に振る舞えばいい。分かっているな。はい。そう、お前は私に黙って従っていればいい。それが欠陥品にふさわしい役目なのだから。我らを疑っているのか。では我が息子とあなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。許す者か。いつか必ずお前たちを。父上、私は負けない。必ずや我がオルティナノスケの汚名を注ぎ名誉を取り戻してみせる。私と一族の未来、そして誇りのために。それにしても法学の授業の試験勉強って大変すぎないか。禁忌目録だけで1000を超える禁止事項があるのに、その上帝国基本法まで覚えなくちゃいけないなんてさ。キリトは記憶喪失で禁忌目録の項目を全部覚えていないから余計にしんどいよね。そうなんだよ、笑い事じゃないぜ。それからこの上級法を優先せよって決まりはともかく厄介だよな。うん、もちろん禁忌目録が上で帝国基本法がその次だから分かりやすくはあるんだけど、たまに似たような法律が重なった場合だとかを想定した引っ掛け問題があるからね。法の序列としては
禁忌目録、それから帝国基本法、その下に学院則とかの掟があるってわけだ。貴族採決権は五等爵士、六等爵士の貴族。貴族採決権は帝国基本法の中にある法律、つまり禁忌目録の方が上級法として優先されるってことだよな。確かにそうなるけど、それがどうかしたの？いやだから、人を罰するにせよ、貴族採決権にも一応限界が設けられてるんだなと思ってさ。それでも恐ろしいよ。修験学院を退学だとか、学院の外周を走り続けろなんて命じられたらどうする？なるほど、上位貴族の奴らはいくらでも法の抜け穴をかいくぐれるってことだよな。今裕次郎が挙げたようなものならばまだ可愛いものだ。きっとやる気になれば貴族はもっと残酷なことをできる。禁忌目録の抜け穴をかいくぐるようなこと、言いがかりだっていくらでもつけられるし、貴族には今後やっぱり注意すべきだな。キリト、ぼーっとしているようだけど、そろそろ勉強に戻った方が良くないかい？まあ悪い、ユージオ。そうだな、また始めるか。今日もセントリアは賑わっているな。たまには普段行かないような店も覗いてみるか。お、この食べ物、なるほど、動物用の餌か。そういえば学院で見つけた猫、まだあそこに住み着いているなら腹を空かせているかもな。せっかくだし餌を買っていってやるか。前に見たのはこの辺りのハスだけど、いないな。もう学院の敷地からは出て行っちゃったのかもな。餌は無駄になっちゃったけど仕方ない、帰るか。ふざけるな。この声、まさかこの私に反論する気か？そういうわけでは。ではなぜ断る？ただ今は都合が悪いだけで。言い訳をするな。お前ごときが欠陥品のくせにこの私に逆らうとは生意気だ。おい、あんた、お前は以前メリナといた男か？悪いけど目の前で友人が叩かれるのを黙って見過ごすなんてことはできない。チッ、まあいいだろう。だがお前が私の邪魔をしたことは忘れない。大丈夫かメディナ？余計なこと。あのまま見過ごすことはできないって。このままではまた頬を痛むか。治療が必要なら。触るな。本当に大丈夫なのかメディナ？手が震えて。気にするな、平気だ。では私は行く。おいメディナ。普段は勝ち気なメディナがあんな風になるなんて、一体何に怯えているんだ。いや、リーナ先輩。だが、
るほど、そうだ。それとよし。うん、ありがとうございます。キリト、だいぶ上達したな。渇水の構えも様になってきた。いえ、先輩みたいにうまく受け流すまでにはなかなかなれません。使いこなせるに越したことはないが、問題はないさ。キリトの剣は私以上に攻めの剣だ。攻撃の力を伸ばしていくことがさらなる上達への近道だろう。剣を交えるたび、お前のアインクラッド流は進化していく。さらに進化しないといけませんね。リーナ先輩をもっと驚かせるために。少し休憩してからまた再開しようか。わかりました。お前も飲むか。水なしでは干からびてしまうぞ。ありがとうございます。お前とはもう半年以上の付き合いになるな、キリ。ねえ、なんだかあっという間でした。それでもお前は変わったぞ。入学試験の時より顔立ちまで大人びたような気がする。あの、リーナ先輩。なんだ。なぜ先輩は俺をそば好きに選んでくれたのですか。それはお前の剣、アインクラッド流の剣風に我が流派セルルト流に似たものを感じたからだ。つまりアインクラッド流が実戦向きの剣術だからですか。ああ、だが我がセルルト流もキリトの剣に比べればまだ固いことをお前と剣を交えて思い知ったよ。そしてお前は入学試験で試験官と誰よりいい勝負をしていた。実はお前をそば好きに指名するにあたってはちょっとした慣習破りをしているのだ。慣習破り。ああ、貴族の子女がそば好き連署を選ぶときは同じ貴族の、しかし等級が自分より低いものを指名するべし、そんな慣習があるのだよ。私がお前を指名したときは上級貴族代表どもが寮の部屋まで抗議に来たものさ。知りませんでした。それでも私はお前の剣の全てを知りたいと願ったのだ。リーナ先輩、話しすぎてしまったな。そろそろ再開しようか。今度の検定試験は3回目。お前だけでなく他の修験士たちも力をつけている。油断せず対策を行って勝ち進むことだ。このまま実力を磨けばお前とユージオは昇級試験で上級修験士になれると考えている。はい。数時間後。どうしたのキリト、ぼーっとして。え、ああ、少しメディナのことが気になってさ。メディナのこと？もしかして喧嘩でもしちゃったのかい？まあそんなところかな。気になっているなら早く謝って仲直りした方がいいよ。メディナはキリトと違って繊細そうだし。まあそうだな。で、俺がいかにも繊細じゃないみたいな言い方だな。だってキリトは結構大雑把でぐいぐい人に踏み込んでいくじゃないか。僕相手だったら特にそれで問題ないけど、慣れていない人は驚くことがあるのかもしれないよ。まあ否定はできないかも。でもメディナはあの時確かに怯えていた。あの顔も声も。わかった、早めに謝りに行く。というか話をしに行く。うん、
それがいいと思うよ。どうして食べてくれないの？よう、メディナ。お前、あれ、なんかこいつ今日元気ないな。レッサーの起こしてるし。近頃具合が悪いようだ。原因はわからないが。そうか、獣医なんて転職はこの世界にはないだろうしな。どうしてここに来た？関わるなと言ったはずだ。え、いや、メディナにちょっと頼みたいことがあって。何？その、そうだ、立ち会い、俺と立ち会いしてくれ。恐ろしいほど唐突だな。一体なぜ？試験がもうすぐだし、練習したいと思ってさ。メディナの剣はすごいから対策にぴったりなんだ。構わない、付き合ってやる。だが手加減はなしだぞ。私の剣に耐えられるか。やっぱりメディナはすごいな。下段構えからの攻撃も完璧に回避できるなんて。また腕を上げたんじゃないか。この回避は父からの受け売りだ。正確にはオルティナノスケ代々に受け継がれたものだ。へえ、オルティナノスケってすごいんだな。ああ、オルティナノスケは古きより武術に優れ、ハイドルキア流の非奥義を極めてきた。技を最古より自分のものにしているがゆえに熟練度も高く、それを代々受け継いできたのだ。第三代目当主が非奥義天山烈波を発見して自分のものにした。メディナ、すごく早口になってないか？なんだ、気に入らないのか？いや、メディナが楽しそうだからよかったよ。楽しそう？私が？ご先祖様のこと喋ってる時すごく楽しそうだった。ああ、なんだ。この前は悪かったよ。急に何を言うかと思ったら、少し無神経だったよ。メディナの問題なのに踏み込みすぎた。
それでも友達が殴られたりするのを見て黙っておくなんてできなかったんだ。だからそれについて謝る気はない。結局どっちなんだ、謝っているのか謝ってないのかさっぱりわからない。そうだな、もう俺もわからないよ。まったく。別にお前は悪くない。あの時は何より自分に苛立っていた。ただそれだけだ。なあメディナ、あの男は私の婚約者だ。婚約者だって？婚約者なのに。なぜあんなことをするかって？あの男の家は過去、オルティナノスケの配下を務める一族だった。だが、オルティナノスケが欠陥品と呼ばれるようになって以来、奴らは何かとオルティナノスケにきつく当たり出してな。だからメディナを引っ叩いたりするっていうのか。そんな奴の言いなりになるなんて。夫となる者には従わなければならない。それに奴の一族は皇帝主催の議会にて発言権を持つ。報復されるのが私だけならばいい。だが私の振る舞いはオルティナノスケに関わる全てに波及してしまう。だから機嫌を損ねるわけにはいかないってことなのか。ああ、それに逆らってもっとひどい目に遭うのは耐えられない。あの時と同じ顔だ。メディナ、だから私は入学試験で手を抜いた。入学してからもそう。あいつに勝てば何をされるかわからないから。情けない話だがな、ご先祖様が見たら悲しまれるだろう。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。私らしくない？戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言って、あんな奴ので払いのけろよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。キリト、お前は本当に馬鹿正直で裏がないんだな。まるで。オルティナノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば恥じることは何もないんだ。おい、バカってなんだよ。バカ正直とは言ったがバカとは言っていない。人聞きが悪いぞ。心配しなくても、私は上級集権士を目指し、最後の試合ではあいつを打ち負かして正合騎士になる。今はその日のためにおとなしくしているというだけだ。あんな奴を婿に迎えずに済むようにな。そしてオルティナノスケの名誉を取り戻すために。そうか、だったらいいけど。そのためにも私は自分を鍛え続ける。いかに横暴な態度を取られようと、戦いの腕を鍛えることは止められないからな。なるほどな。そうと決まれば早速だ。もう一度勝負しないか、メディナ。さっきは手を抜いていたとでも言うのか。まさか。もっと本気になるってだけだよ。望むところだ。ではもう一度相手をしてやろう。
キリト、次は実技の授業だよ。一緒に行こう。まあ、わかった。次は組になって上段二段構えからの回避の練習か。では、ユージオ君が先に守りをやってくれるかい？まあ、いいよ。あ、どうしたんだ？先生、オルティナドス殿が守りの構えを取る前に切り込んできて。なんだと？違います、開始の合図は行いました。いた、てめえが減って。やはりオルティナノスケの出身というだけあるな。ちょ、教師までもオルティナノスケを差別するのか。そんな。わかりました。ふん、これで汚れた欠陥品と稽古しなくて済むわ。汚いやり方だな。そうだね。雨の放課後。さて、リーナ先輩との稽古も終わったし、帰るとしようか。あれはメディナ？おい、メディナ、どうしたんだよ。お前こそ。あれ、手に何持ってるんだ？別に。ん？水に濡れてボロボロになった本。いや、メディナの教科書。文字は滲んでしまったが、読めないことはない。でもこんなの禁忌目録違反じゃないのか？人のものを汚すなんて。汚していない。私の元を離れて一日が経過したわけでもないし、人のものを野ざらしにするなという法はない。本が濡れて使い物にならなくなったのも、たまたま雨が降ったという偶然がもたらした産物に過ぎない。貴族たちの言い分はそうだってことか。欠陥品だろうと私も貴族だからな。その思考は理解できるよ。こんなのおかしい。先生にちゃんと言って。言ったところでどうなるんだ？あの教師の態度を見ただろう。ここにいる教師たちも皆貴族出身の者ばかりだ。欠陥品の一族の肩など何があろうと持ちたくないだろうよ。でも私にはもう関わらない方がいい。お前までとばっちりに会うぞ。ただでさえライオス殿やウンベール殿にお前は睨まれている。自分から墓穴を掘るのはよせ。エディナ。次の日。あれ、メディナ、そのパン一つしか取らなかったのか？はあ、後で猫にやるからもう一つは取っておいている。準備いいな。おい、なんだ？お前、私の話を本当に聞いていたのか？話って？なぜ私と一緒に食事をしている？お前たちまで無視をされるし、嫌がらせを受けるかもしれないぞ。ろくなことがないって言っても、俺たちもともと貴族のお坊ちゃん方からは避けられてるからな。うん、そうだね。もともと無視というか、嫌味は言われ慣れてるというか。そう、もともと好かれてないから、そいつらに嫌われても特にダメージ、いや傷は受けないからさ。お前たち早く食べないと次の授業遅れるぞ。急がないとな。あ、メディナ。もうキリトがグイグイ行きすぎるからだよ。そうか、無理強いしたつもりはないんだけど。ちょっとメディナ追っかけてみる。え、キリト、グイグイ行きすぎだって言ってからまだ5分も経ってないよ。メディナ、逃げることないだろう。
一体何が狙いだ。狙いって？普通欠陥品に人前で声をかけるやつなんていない。いたとしても必ず裏があると決まっている。裏なんてないよ。俺に裏がないって言ったのはメディナだろ。ならば同情か。同情なんていらない。惨めになるだけだ。同情なんかで友達やるほど俺は優しくないよ。私と友達になって得られるものは何もない。私は欠陥品だ。欠陥品は一人きりでいるのがふさわしい。それが私の存在価値だ。汚名を返上するまでそれは変わることがない。人に虐げられ泥を舐めさせられるのがオルティナノスケだ。本当にそうなのかな。何？いや、俺はそう思わないってだけだよ。たとえメディナが自分をそう思っていたとしてもな。ムカつく。なんでだよ。お前みたいなおせっかい一番腹が立つんだ。おせっかいか。そんな気ないんだけどな。というかなんでついてくる。いや、次の教室も一緒だから。今クソ反論できない。一体どうやってこいつを撒くべきか。私の考えを読むな。へえ、当たってたんだな。ほんとムカつく。ありがとうございました、ソルティリーナ先輩。ふむ、キリト、また課外授業の要請が来ているのだが、同行を頼めるだろうか。はい、もちろんです。友情にも声をかけますね。ごめん、キリト。そうか、なら仕方がないな。とはいえ、できたら参加したいんだよな。そうだ、3人ってことなら。あ、いたいた、メディナ。あれ、でも何してるんだろう。メディナ、どうしたんだ。今はお前に構っている暇はない。あれ、この張り紙。あら、オルティナの初等練士、髪を落としたようよ。やめ。何何？欠陥品の一族、オルティナノスケの王と追放令。そんなはずはないでしょう。王と追い出される貴族なんて聞いたことがないわ。そうだ、王都に住めない貴族なんて聞いたことがない。そうよね、王都に住めない時点で本物の貴族かどうかも怪しいし。返せ。おい、こんな場所に張り紙するなんておかしいんじゃないか。何がおかしいのかしら。この掲示板は伝達事項を伝えるための場所よ。だがこれは誹謗中傷じゃないか。誹謗中傷？事実を伝達することのどこが誹謗中傷なんだ。いや、だからって。ここに書いてあるじゃない。オルティナノスケは氷教会の最高司祭様より欠陥品と呼ばれた。確かに我らオルティナノスケは欠陥品と呼ばれてきた。しかし古くは氷教会を武に優れた一族として支えてきた。第一代目当主はハイノルキア流の始祖と呼ばれ。ならばなぜ欠陥品呼ばわりされるのかしら。なぜ皇帝陛下はあなた方を王都の外に追いやったのかしら。それはオルティナノスケがそんな優れた一族だったなんて聞いたことないな。
やはりただの欠陥品だろう。王都に住まわせてもらえない時点で皇帝陛下から信頼されていないことの証だからね。違う。何が違うんだい。説明してみてくれよ、欠陥品のオルティナノス初等連士。メディナ！まさか逃げるとは。ただの質問にも答えられないとは、いかにも欠陥品らしい行動だな。確かにそう言えているわね。ムカつく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 。私はオルディナノスケの血を継ぐものだ。誇り高く、気高く、強く、正しく。メディナ、ここにいたんだな。どうして来たんだ。メディナに用事があったんだ。さっき言いそびれたから。用事？お前、その髪を。ああ、全部ひっぺかしてきたぞ。掲示板の紙を剥がすななんて決まりはないからな。ただ処分する場所が意外となくて、ここまで持ってきてしまったというか。そうだ、ネストで燃やすか。ちょうど練習になっていいし。よし、システムコール。バカじゃないのか。こんなことしたって何もお前の得にならない。まあ俺の得にはならないな。でもメディナは嫌がってた。そんな紙を放置したくないって思ったんだ。そう思ったってだけじゃダメなのか。なあ、教えてくれないか。オルティナノスケが一体なぜそんな目に遭わなくちゃならないのか。本当は欠陥品なんかじゃない、何か理由がある。そうだろ。なぜ。え、これまで生きてきて誰もそんなことを私に聞こうとはしなかった。一族が欠陥品と呼ばれる理由など問わず、ただ罵るだけだったのに、なぜお前はそれを問う。理由がないことは純粋におかしいと思うだけだよ。それに何よりメディナのご先祖様たちはみんな立派な人なんだろ。メディナが誇りに思っている人たちが欠陥品だなんて俺には思えないんだ。遠い昔、オルティナノスケは最高司祭様よりセントラルカセドラルに招かれた。そこである機密任務を賜ったことがあるという。機密任務？ああ、だがその内容は私たち子孫ですら知らない。その任務を我らオルティナノスケの先祖は何代にもわたって賜り続けた。だが一度たりとも成功したことはない。そして最高司祭様は最初の任務の失敗時にオルティナノスケは欠陥品だと発言した。それを知った皇帝や貴族たちはみるみるうちにオルティナノスケとの交流を絶ったというわけだ。そうしていつしか最高司祭様も我らの実力を見限っていったのだろう。セントラルカセドラルにオルティナノスケが招かれることもなくなっていったのだからな。そんなことがあったのか。それにしても何か違和感を覚える話だ。まずはその任務がどんなものだったかが謎で包まれていること、そして欠陥品と呼んだ一族を失敗の後も何度も氷協会に招いて任務を行わせようとしたこと。
最高司祭様は任務の失敗を理由に欠陥品と我らを呼んだ。だがあまりにもむごい仕打ちを。メディナ、大丈夫だ。なぜかいつもこのことを考え始めると右目が痛み始めて。妙だ、急な右目の痛み。ただの体調不良なのか。それにしてはあまりに唐突な気がする。いや、正確に言うと何かとても嫌な感じがした。これは一体。もう平気だ。そうか、ならいいけど。さっきの話を聞く限り、メディナのご先祖様たちはやっぱり欠陥品なんかじゃないな。なぜそう思う？たとえ大切な任務を失敗したとしても、やり直そうとみんなが努力をしてきた。そうだろ？ああ、だからこそ私はその意志を継ぎ、聖号騎士になり、最高司祭様のもとにひざまずいて、今度こそ武功を立てる。そんな扱いを受けてもなお、メディナは最高司祭に仕えたいと考えているのか。そこまでの権威を持つ最高司祭とは一体。長く話しすぎたようだな。それで私にあった用事とは何だ？ああ、そうだ、実はメディナを課外授業に誘おうと思ってさ、遊女が行けなくなったから。断る。なんでだよ。いろいろと忙しい。それに前にも言ったが、お前と必要以上に関わる気はない。何より私と共にあるところをこれ以上見られるべきではないぞ。いや、この課外授業に行けなくなったらリーナ先輩が困ると思うんだよな。それってリーナ先輩が？な、いいだろう。メディナ、私以外に誘う者はいないのか？いない、いない。私が行かなければソルティリーナ先輩は困るのか？ああ、困る、すっごく困ると思うぞ。わかった、そういうことならば行くとしよう。やった、それじゃあよろしくな。今回だけだぞ。
ご協力ありがとう、ユージオ君。おかげで全部の種を植えれたぜ。今度こそ花が咲くといいね。ああ、今度は成功しないと困るしな。前は一体何が悪かったんだろう。芽が出るとこまで行ったのに。そりゃあ難しいことに挑戦しようとしてるからしょうがないよ。だが芽が出たことがある以上、イメージによって開花させることは不可能ではないはずだ。問題はどこまで信じられるか。かキリト、絶対に次は咲く。そう祈ろうぜ。というわけでユージオ君にはまた協力をお願いするよ。分かったよ。君の趣味に付き合わされて、今や僕の方が花や植物に詳しくなっちゃったぐらいだからね。わかりました。いいですか。おい。いつか行こうか。
どうにか倒せましたね。それじゃ帰りましょうか。うむ、そうしよう。二人ともご苦労だったな。いえ、先輩のお役に立てたようでよかったです。Thank you.
それではまたな、キリト。はい、また。お疲れ様でした。また何かありましたら、どうぞ声をかけてください。ああ、もちろんそうさせてもらうよ。ではな。すごい猫かぶりだな。猫をかぶっているというわけではない。ソルティリーナ先輩は尊敬に値する人だからだ。行くまでどうするか迷ってたくせに。それはお前に誘われたからだ。お前に誘われたら最初は断ろうかと思う。なんだよその格差は。では失礼する。で虫か。あれ、その方向ってことは猫の餌やりか。ああ、そうだが、帰りにオートで調達したのでな。俺も久しぶりに様子見に行こうかな。しばらく見ないうちに大きくなってそうだし。む、なんだ、見に行っちゃいけないのか。別に好きにすればいい。あいつを飼い猫にすることを提案したのはお前だ。つまりお前があいつを見に行く権利はある。それを阻むことはオルティナノスケとして礼節を欠いた行為だ。猫じゃらしとマタタビと魚パイを与えることも許そう。そんな言い訳しないと許されないのかってちょっと思ったけど、よし、それじゃあ決まりだな。言っておくが大きくはなっていないぞ。な、ああ、そういえば食欲ないって言ってたよな。そうだ。なるほど、ちょっと心配だよな。ああ、だから今日はあいつの好物を買った。ああ、いたいた。あれ、寝ているのか。メディナ。冷たい。え、死んでる。どうしてこんなこと。おや、薄汚い猫。いや、お前の飼い猫が死んだのかい。お前、メディナの婚約者。ここへ何をしに来たのです。いや、餌やりだよ。お前が来ない時は私が代わりに餌をやっていたんだよ。そんな。餌って何をやったんだ。餌は餌だ。まあ私たちにとっては甘い菓子が、薄汚い猫にとっては。こいつ、なぜそんなこと。これはお前の飼い猫なのだろう。ならば餌をやってはいけないという決まりはない。しかし。もしかして私を疑いでもしているのか。薄汚い猫一匹死んだぐらいで何だと言うんだ。私は飼い猫に餌をやっただけで、禁忌目録違反は何一つとして犯していないぞ。猫にやってはいけない食べ物など法で決められてはいないからな。メディナ、なんで黙ってるんだよ。こいつは。うるさいな。平民は黙っていてくれないか。第一、お前は目障りなんだよ。あの事実を書いた紙を剥がした時もそうだった。まさかあれもお前がやったのか。大方この女にたぶらかされた口だろうが、貴族のたしなみに平民が介入する権利などないといい加減分かってくれないか。平民が介入する権利などない。それこそそんな決まりはどこにもないぜ。お前がどう思うが勝手だ。でもメディナがそんな奴じゃないってこと俺は知ってる。俺はメディナの友達だ。だからこんなこと黙っていられない。キリト、もういい。メディナ。さあメディナ、君に用があるんだ。共に来てくれ。はい。いい子だ。ダメだメディナ、こんな奴に従うことなんてない。逆らうともっとひどい目に遭う。今度こそ何をされるかわからない。でもメディナは強いじゃないか。剣の腕も神聖術の腕もあいつなんかより上だ。お前にはわからないんだ、あいつが一体どんな風に私を恥ずかしめるかなんて。メディナ、
心配するな。私は大丈夫だから、もう私の問題に関わるな。そんなこと。いいから。一体何を隠してるんだ。言いたくない。お前だけには何があっても。それじゃ助けられない。教えてくれ、一体どうすればメディナを助けられるか。誰にも助けてほしくなんてない。英雄を気取るのもいい加減にしろ。私は自分の問題は自分で肩をつける。追ってきたりしたらお前を一生許さない。いい。メディナ。さあ、せいぜい私に従い役に立ってみせるんだな。たとえ欠陥品のお前でも、お前は私の役に立てるんだ。やっぱりそんなの変だ。全然メディナらしくないよ。間違っているのはあいつの方だ。オルティナノスケは強く正しくあるべきなんじゃないのか。戦っている時みたいに叫べばいい。ムカつくって言って、あんな奴ので払いのけろよ。どうした。嫌だ。何か言ったか。あなたと一緒に行きたくない。お前。嫌だ。こんなのはもう嫌だ。叩きたければ叩けばいい。私はもうお前の言うことは聞かない。おとなしく言う通りにした方が身のためだぞ。あの平民のためにもな。あいつは関係ない。貴族の力がどんなものかお前はよく知っているだろう。どうして。いやはや、オルティナノスケの当主が落馬とは、慣れないことはするものではないですな。こうなると我らを疑っているのか。ああ、そういえば乗馬競争の賭け金はどうなさいました。何でもオルティナノス殿は愛娘に牧犬の替えを買ってやりたいと言っていたそうですからね。メディナ城、それでは香典代わりにお渡ししましょう。賭けの勝者が私だとはいえ、オルティナノス殿がお亡くなりになった以上、持っていても仕方がないのでね。シチュー。知りすぎているぐらい知っている。ではどうすればいいか。メディナ、墓を建ててやろうと思って。お前どうしてまだここにいるの。メディナが戻ってくると思ったから。墓、ここでいいかな。そう、これはお前が。メディナ、一体どうして。キリト、礼を言うよ。弔いの手伝いをしてくれたこと。珍しいな、メディナがお礼なんて言うの。これが最後だから。どういうことだ。本当に最後にしてほしいんだ、私に関わろうとするの。なんで。もう私はお前と関わりたくない。お前だって分かっただろう。私と関わると楽なことがない。でも俺たちは友達。私はお前を友人だなどと思ったことは一度もないよ。
お前は無神経でおせっかいでバカで繊細さを欠いていて妙な技を使う平民。私にとってお前はそれだけの存在なんだ。貴族としてお前と共にあることが恥ずかしいよ。それに共にあれば私は。メディナ本当にすごいな。余計なことを考えてしまう。私の人生にそんなものあるはずないのに。だからこれでもう友達ごっこは終わり。メディナ、やっぱりお前何か隠してるんだろ。隠し事など何もない。私はこんな人間なんだ。お前たちをバカにする雷欠陥品だろうが、高慢ちきな貴族だ。関わり合いになるだけ無駄だよ。ではな、キリト。おい、メディナ。これでいいんだ。これで全部終わり。それ以来メディナは俺やユージを徹底的に避けるようになった。授業ですれ違ってもすぐにどこかへ行ってしまう。そして俺も彼女に話しかけることをしばらくやめることにした。何よりメディナがそれを今は望んでいない、そう思ったからだ。そうやって歳月は流れていった。それじゃあ行くか。そうして検定試験が始まった。さてと、先生相手の試合審査は後で、まずは型の演武の試験からだね。ああ、演武の審査場が分かれてるから、とりあえずどこに振り分けられたか確認して。ぎ、その反応でどういうことか想像がつくよ。ライオスだろ。今回の演武試験は見ものですな。順番待ちの間、卑しい田舎剣術使いの演武を拝めるとは。ウンベール、型らしきものも何もない剣術に演武などということがまず間違っている。曲芸の方が正しい呼び方であろう。まさに、どんな芸を見せてくれるのか楽しみですな。ユージオと俺は同じ会場だ。それからあいつらもね、なんだか嫌になるよ。勝手に言わせておけばいいさ。奴らが笑おうが試験の結果には関係ないからな。ユージオやるじゃないか。みんなユージオの型に見とれてたぜ。そうかな。まだ結果が出てないから何とも言えないよ。
やっぱり勇者は型が得意だよな。俺も見習わないとって思うんだけど、なかなか難しいんだよ。キリトの演武の早業を真似する方が難しいよ。未だに違反にならないかどうかヒヤヒヤするんだ。安心したまえ。お兄さんはまだ一度も早業の演武で教官に怒られたことはないぞ。ただいまよりライオス・アンティノス初等練士演武試験を開始する。ライオスの演武か。授業の実技で型をやっているのは何度か見たことがあるけど、こうして見るのは初めてだ。ああ、俺もだよ。よろしくお願いします。あの構え。はっ。なんだ、ただ型の演武をやっているだけなのにひしひしと殺気が伝わってくる。せっ。キリト。ああ、口だけだと思ってたけど、あの動き。そうだな、きっと奴の肩から感じるこの気迫と殺気は本人のイメージによって生み出されたものだ。言うならば絶対的な自尊心。そしてそれは他者を踏みつけるたび拡大していく。奴は何よりも誰よりも自分が貴族であることを誇っている。だっ、それってどういうこと？はっ。ライオス・アンティノス、審査をこれにて終了する。ライオス殿、お見事です。見たか平民、これがハイノルキア流貴族の剣なのだ。なあ、うん、行くぞ。この日の検定試験でライオスとウンベールはこれまでにない高順位へと上り詰めた。型の演武、教官相手の剣術試合、そのどちらでも俺とユージオに拮抗したのだ。あいつらがあんな実力を隠してたなんてね。ま、今後は注意した方がいいな。ただのバカないじめっ子ってわけじゃなかったってことだ。なんだか理解できないよ。だって彼らがまともに練習している光景も見たことないし、
一体なぜそんなに強いんだ。あの型を見て感じなかったか。え、古代な自尊心だよ。自分は貴族で誰よりも偉いから誰にも負けると思っていないんだ。自尊心、あいつらは確かに自尊心の塊だ。でもそれを強さに変えられたらたまったものじゃないよ。心配するなよ。奴らに勝つ方法ならあるぜ。勝つ方法？この世界では剣に何を込めるかが重要なんだ。剣に何を込めるか。あ、自分が誇れる何かだよ。それが奴らにとっては古代な自尊心なわけだけど、勇者にだって込めるものがあるだろ。難しいな。だって僕はまだまだ剣士としては未熟だ。すぐには思いつかないよ。ああ、それでもお前の剣に込めるべきものはお前が見つけなきゃいけない。ユージオにもいつか見つかるさ。俺が保証するよ。うん。ねえ、なあ、うん？つまり、だけど、そっか、そういえば。あのね、それで、だけど、なあ、うん、それで、でも、ユージは。そうだ、キリト？なあ、え？うん？よし。おめでとう。もしかして。ああ、それで。やれやれ。大丈夫だよ。ありがとうね。いいね。よかった。大切にするよ。ああ、あのさ、なあ、キリト。でも、つまり、ユージは。うん、キリト、大丈夫だよ。ああ、you
あれ？ね。頼む。なあ、そう。あのさ、それは、ああ。なあ。ダメだ。頼む。メディナ！どうして？俺たちが北セントリア定律集権学院に入ってもうじき1年が経とうとしていた。お前に稽古をつけるのもこれで最後なのだな。ええ、最後だからこそ一つ聞かせてほしい。何ですか？キリト、お前のアインクラッド流にはまだ私にも見せていない。アインクラッド流の先、おそらく上位ソードスキルのことだろう。だが訓練用の勃権の優先度では、私は幾度も考えた。一体なぜお前は私と同じ独自流派の使い手でありながら一点の迷いも持たないのかと。そしてあることに思い立ったのだ。お前のその揺るぎない強さ、そして自信の理由、私はただ見たい。いや、知りたいのだ。わかりました。近々必ずリーナ先輩にお見せします。アインクラッド流のさらなる秘奥義を。ありがとう。それでは始めようか。今日は一年の総ざらいだ。はい。さあ行くぞ。ありがとうございました。お疲れ様、キリト。本当にお前は成長したな。まだまだです。謙遜するな。これまで私が世辞を言ったことがあったか？あ、いえ、リーナ先輩はいつも本音で俺に指導してくれました。分かっているじゃないか。妙でな、お前の成長を嬉しく思う反面、少し寂しいような気持ちもある。リーナ先輩、稽古はこれで最後だ。だがお前にはあともう少し私のそば好きとして働いてもらうことになる。最後までよろしく頼むぞ、キリト。こちらこそ、最後まで厳しいご指導よろしくお願いします。いいのか？それでは稽古終了と言ったが、そこまでの厳しさは冗談はほどほどにしておこう。だがキリト、お前とユージオに頼みたいことがある。課外授業の依頼がまた来ていてな。何でもまた
貴族の狩猟地で獣が発生しているらしい。わかりました。友情に話してみます。ああ、よろしく頼むぞ。よう、ユージオ。いないと思ったら水やりしてくれてたのか。うん、誰かさんはうっかり忘れてるんじゃないかと思ったからね。ありがとう。それにしても随分育ったね。もうつぼみが膨らんできているじゃないか。ここまでに3回失敗してるからな。今度こそ咲いてくれるといいけど。半年間一緒にこの花を育ててきたけど、キリトにこういう趣味があったとはね。ああ、俺も意外だよ。前にも思ったんだけど、もしかしたら記憶が戻る前兆なのかもしれないね。ルーリットに現れる前のキリトは自宅で花を育てていたとか、あるいはそういう天職だったのかも。ああ、どうだろうな。植物の知識は何もないけど。ねえキリト、どうした？キリト、もし記憶が全部戻ったら。え？だってさ、キリトがこの学院で修験士を、最終的には聖号騎士を目指しているのは僕の目的に付き合ってくれてるからだろ。アリスを探すっていう。でも記憶が戻って生まれた町のことを思い出したら。うん、いや、たとえ記憶が戻っても俺は帰らないよ。俺は元いた場所では剣士だった。それだけは確かだと思う。花を育てる趣味があってもな。剣士なら王都の四帝国統一大会を目指すのは当たり前だろ。キリト。僕は弱い人間なんだ。ギガスシダーの下でキリトと出会わなければ、今もまだ毎日一人で斧を振るってたと思う。天職を言い訳にして本気で村を出ようともせず、いつかはアリスのことも忘れてしまって、ザッカリアで衛兵隊に入れたのも、セントリアで修験学院の試験を受けられたのも、キリトが僕を引っ張ってくれたおかげなんだ。だからせめてこの学院を卒業するまでにはキリトと同じくらい強くならなきゃって。それなのに記憶が戻っても帰らないと言ってくれたことに、僕は今すごくホッとしてるんだ。前にも聞こうと思ったんだけど、その時はもし君がいつか帰ると答えてしまうのが怖くて聞けなくて。ところでユージは、一つ頼み事があるんだけど。早速二人で力を合わせるってわけだね。なんだい？近々青バラの剣を貸してくれないか。リーナ先輩と約束したんだ。最後に一度だけ本気の剣を見せるって。できれば課外授業で実践を行うときにその剣を見てもらいたいんだ。なるほどね。青バラの剣を自由に使うのは構わないけど。なんだ？キリト、忘れたのかい？明日はあの日じゃないか。僕をそのために呼びに来たんだと思っていたんだけど。え？何の日だっけ？ほら、あんなに楽しみにしてたのに。ん？ああ、そうか、あれが出来上がる日か。どうする？青バラの剣を使うか、それとも。いや、俺の剣を使うよ。よいしょ、取りに行くのに付き合ってくれ。もちろんだよキリト。